こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人のバッグはこの3つだけ持てばいい。こういったテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、バッグといってもですね、様々なバリエーションがあるので、その中からどれを選べばいいか迷っている男性は結構多いんじゃないのかなと思っています。 そしてバックというものの中にもですね、一応トレンドみたいなものがありまして、時代によってこういったものが正解というのがですね、ちょっとずつ変化しているので、そういったところを踏まえながら、僕たち30代、40代、大人世代はどういったものを持てばいいのか、ここをですね、僕の私物のバックをお見せしながら皆さんに解説をしていきたいなというふうに思っています。 まあ今回の動画を見ていただければ、どんなバッグがあって、どれを選べばいいのか、その中からですね、皆さんのライフスタイルに合ったものを選んでいただければ、まず間違いのない選択ができるようになるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションを今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとかコインネットに関しましては、週2本のペースで配信をしてます、YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、興味がある方はこちらの動画の下の説明欄にリンクを貼ってありますので、よかったらそちらもチェックしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。 はい。ということで、まず一つ目のバッグから解説をしたいなと思ってるんですが、これはですね、もう定番的なもので、大人の男性であれば、一つは持っておいて間違いがないかなと思っています。まあ、早速紹介したいなと思うんですが、こちらですね。レザーのトートバッグですね。 これはですね、間違いなく1個あると便利かなと思っています。正直ですね、僕自身レザーのトートバッグはですね、今そこまで出番は多くないんですね。これも後ほどお伝えしたいなと思うんですが、ただですね、持ち物として PC だとか書類だとか、そういった結構たくさんのものを持つ場合にはですね、こういったレザーのトートバッグは間違いなくあると便利かなというふうに思っています。 僕がこういったものを使うのはオフの機会よりは断然オンの時が多いんですね。まあ以前であればですね、ビジネス用のバッグというのはブリーフケースのようなものが圧倒的に多かったと思うんですが、 最近はですね、ビジネスウェアがどんどんカジュアル化してますよね。そうなると、ネクタイを締めるようなスーツスタイルよりは、割とですね、セットアップのスタイルだとか、ノーネクタイのスタイルだとか、もしくはですね、もう T シャツにジャケットみたいなスタイルの方が増えてるかなと思います。そういった着こなしに、従来のブリーフケースだと、僕は帰ってですね、ちょっと重たすぎるかなと思うんですね。 ですので結構ビジネスカジュアルにおいて正解なのはこういったレザー製のトートバッグかなと思っています。 こういったものは数年前にですね、トレンドアイテムとしていろんなショップで出てきたんですが、今は定番で様々なショップで取り扱いがあります。僕自身も今までですね、レザー製のトートバッグは多分5、6個は買ったかなと思うんですが、最近はこちらのですね、サンローランというブランドのものを使っています。ただちょっとこれはですね、奮発して買ったものなので、なかなか一般的ではないかなと思うんですが、まあ、身近で買いやすいのはグリーンレーベルのオリジナルのトートバッグですね。 これは数年前から展開をしていまして、僕の書籍の中でも何度もご紹介しているような名品なんですね。1万円台で買える中では一番コストパフォーマンスがいいかなと思うので、ぜひですね、写真とリンクを載せておきますので、そちらもチェックしていただければなと思っています。その他、もう少し価格帯を上げるのであれば、 ユナイテッドアローズだとか、あとはシップスですね。このあたりのオリジナルのトートバッグもすごくいいのでお勧めしたいなと思っています。で、3万円を超えてしまうとちょっと高いかなと思うんですが、ちょっと奮発して買いたいなという方は、断然お勧めはバーニーズニューヨークのオリジナルのトートバッグですね。これまたですね、レザーの質がめちゃくちゃ良くて使い勝手抜群なので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。 まあ僕自身ですね、いろんなレザーのトートバッグを持ってきたんですが、こういった海外製のものもですね、何個か買ってきたんですが、見栄えはいいんですけども、結構中がですね、あまり凝った感じになってないので、あの、使い勝手としてはそんなに良くないんですね。このサンローラーのトートバッグも、中はですね、荷物を入れるのが、 こういったちょっとしたですね、小物入れだけなんですね。ですので、これもそんなに使うことがなくて、バックインバックみたいなものがないとなかなか使い勝手が良くないので、その点は国内のブランドのものの方が圧倒的に使い勝手がいいかなと思うので、様々なセレクトショップのオリジナルのレザートートバッグ、色に関しては定番はブラックで使いやすいかなと思うんですが、 少しカジュアル感を出したいのであればネイビーだとかあとはダークブラウンだとかこのあたりが使いやすいかなと思っています、まあ、デザインに関してはなるべく無地でシンプルなものの方が使いやすいかなと思うのでそういったものをですねビジネスカジュアルから綺麗めの私服の一部として活用していただければなと思っていますはいということで続いて2点目のバッグなんですがこちらはですね皆さんにとっても馴染みが深いかなと思うんですがバックパックいわゆるリュックですね まあこういったものはちょっと子供っぽく見えるので僕ら大人世代はあんまり持たないよという方もいらっしゃるかもしれないですがまあベーシックで使いやすくて最近はですね世代を問わずに使われるようになったバッグなので1個は持っておいて間違いがないかなと思っています 僕がですね、愛用しているのはこのアークテリクスのバッグなんですけども、結構ですね、容量があるので、これ一つあれば一泊二日の旅行にも行けるのですごく便利かなと思っています。僕にとっては荷物が多い時であったりだとか、あとは一泊二日の旅行だとか、そういった時にすごく使い勝手がいいんですけども、やっぱりですね、トートバッグに比べると両手が開くので、そういった点ではですね、すごく使い勝手がいいかなと思っています。 ただですね、こういったバックパックというのは、もともとめちゃくちゃカジュアルなものなので、どんなものを選ぶのかがですね、結構大切になってくるかなと思っています。まずは色合いに関しては、僕はですね、ブラック単色が間違いなく使いやすいかなと思っています。ただでさえカジュアルなので、そこで色使いでちょっと冒険をしてしまうと、なかなかですね、着こなしの中に馴染みにくいので、ブラックオンリーで間違いがないかなと思っています。 あとはですね、ブランドは様々なところがあるんですけども、アウトドアブランドのものが結構良くて、僕はアークテリクスのものを使っていますが、あとはノースフェイスもいいので、まあどちらかの2択で良いのかなと思っています。そしてもっとシンプルなスポーツブランドのロゴが入ってないものが良ければ、エアーというブランドがあるんですね。このブランドは結構ですね、都市型のバックパックとして様々なセレクトショップでも取り扱いがあるんですが、かなり形も良い,いですし、意外とですね、ビジネスカジュアリーにも相性が良かったりするんですね。 例えば、セットアップのスタイルに対して、エアーのバックパックなんかはですね、すごく相性がいいので、そういったものもチェックをしていただければなというふうに思っています。エアーに関しては、エディフィスだとか、あとはアーバンリサーチだとか、さらにはビューティアンドユースなんかで取り扱いがあるので、ぜひですね、セレクトショップに行って、皆さんの着こなしの相性がいいかを見ながらですね、買い揃えていただければなというふうに思っています。 はい。続いて3点目のバッグなんですが、これはですね、休日の男性にめちゃくちゃ人気が高い、やっぱりショルダーバッグは外せないのかなというふうに思っています。え僕も一応ですね、ショルダーバッグは持っているんですが、今ですね、所有しているのはこちら、ユニクロ U のショルダーバッグで、まあ、すごくシンプルなものなんですね。これ買ったのは最近ではなくて、多分2年ぐらい前になるんですが、割と定番的にユニクロ U でですね、出していたモデルになります。 これはですね、デザイン的にシンプルで、すごく使い勝手がいいんですね。こういったショルダーバッグで多いのが、多色使いのショルダーバッグだとか、あとはですね、ブランドロゴがしっかりと載ってるものだとか、結構デザインが入ってるものだとか、こういったものを持ってしまうと、どうしても子供っぽく見えてしまうので、僕はですね、ブラック単色のもので、こういったショルダーバッグは持ってもらうのがいいかなというふうに思っています。 僕はユニクロ U のものが結構愛用していたんですが、他にはビューティアンドユースのオリジナルのものだとか、様々なセットショップで扱っているものでもすごくバランスがいいので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。あとは先ほどもお伝えした通り、アークテリクスだとか、あとはノースフェイスだとか、そういったところにもショルダーバッグ結構いいものがありますので、なるべくですね、子供っぽく見えないようなブラック単色のものをですね、ぜひ皆さんには用意をしていただきたいなと思っています。 最近はですね、こういったショルダーバッグを背中に背負うのではなくて、あえて前にかけて、聞きこなしのアクセントにするような場合もあったりするので、まあ、そういった時にもですね、なるべくシンプルなものの方が、僕は大人の男性には似合いやすいかなと思うので、そういったショルダーバッグ、まだ持ってない方はですね、ぜひトライをしていただきたいなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では、大人の男性が持つべきバッグはこの3つだけでいいというテーマでお届けさせていただきました。シンプルなレザートートバッグ。これは定番的ですね。あとは最近大人の男性でも持つ機会が多くなってきたバックパック。そしてショルダーバッグですね。これは休日用として、1つあると便利なのかなというふうに思っています。この3つがですね、代表的なものなんですが、僕自身はどういったものを使っているのかというと、本当にですね、ちゃぶ台返しで申し訳ないんですが、 僕はですね、最近、ほとんどバッグは使わないんですね。もう仕事にしても、プライベートにしても、なるべくですね、荷物を最小限にして、手ぶらで行動するようにしてるんですね。まあ、最近僕は携帯も新調したんですが、こちら iPhone 12 mini を買いまして、なるべくですね、スマホもかさばらないようにしたんですね。あとはお財布に関しても、以前からちょっとご紹介していました、こういった小銭入れをですね、メイン財布にして、カードとお札をここに収納するようにしています。 最近は小銭も持たなくなったので、これでも財布が大きいかなと思うので、実は新しい財布を買って、もっと薄型にする予定なんですね。このように荷物を最小限にすれば、正直ですね、バッグはいらないんですね。先ほどご紹介したショルダーバッグも以前は使っていたんですが、最近ではですね、手ぶらになってしまったので、ほとんど使わなくて、奥さんが愛用している状態なんですね。 以前であれば財布なんかは長財布を愛用していたのでどうしてもそういったものをポケットの中に入れるとですねかさばってしまったんですけども最近は財布が小型化したおかげで結構手ぶらでも全然生活ができるなと思っていますですのでこういったバッグをご紹介しておきながら結構恐縮ではあるんですが僕の中で一番最新なのは手ぶらスタイルなのかなというふうに思っています とは言いつつ、仕事の場面で PC を持ち歩かなくちゃいけない時もありますし、そういう時にはレザートートは間違いなく必要ですし、あとは休日にちょっと遠出をしたりするときだとか、そういった時にはですね、バックパック、これは間違いなく必要なので、この2つのバッグに関しては今でも現役で使っています。 ただ、ショルダーバッグのようなアイテムというのは意外となくていいかなと僕自身は思っていて、そういった僕と同じような思考性の方はですね、スマホをちょっと小さめにしてみるだとか、財布を小型化してみるだとか、そういったアイデアもですね、ぜひ活用していただきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けて、ベーシックで使いやすいアイテムですとか、あとはコインネットについてどんどん解説をしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル